J-5J-5J-5 は中華人民共和国の戦闘機。ソビエト連邦で運用されていた MIG-17、フレスコの中国生産型である。NATO コードネームは MIG-17 と同じくフレスコ。1956年から1986年にかけて大量に生産、配備され、現在も一部国家の空軍で運用されている。 中華人民共和国が1950年代初頭に友好関係にあったソビエト連邦からミッグ -17F フレスコのライセンス生産に合意し生産された機体が統計式である初期には56式という形式名だったが1964年に J-5 に変更された J-5 の輸出名は F-5 であるベトナム、カンボジア パキスタン、北朝鮮、バングラデシュなどにも輸出された。また、中蘇対立の中でも生産に影響は出ず、反蘇親中の共産主義国家であったアルバニアにも、軍事的援助として、同戦闘機が供与された。アルバニア空軍の J-5、J-5 には2種類の、派生型が存在する。J-5A は、レーダー搭載型で、ミッグ -17PF。17 PFU に相当し、機内空間の都合上、N-37-37mm 機関砲が撤去され、代わりに NR-23-23mm 機関砲に換装されている。ソ連の AA-1 アルカリ、単射程空対,空対空ミサイルと、その中国版である PL、PL-1 の運用能力を持つ。 J-5A の輸出名は F-5A である。J-5 と J-5A は1969年に生産を終了し、1992年に中国軍から退役した。複雑練習機 JJ-5 は J-5A を元にした中国の独自開発機であり、1966年に初飛行し、1061機が生産された。 ソ連は、ミッグ -15 ファゴットの複雑練習機型である、ミッグ -15 打ちを用いたので、JJ-5 に相当するミッグ -17 の複雑練習機型は、ソ連本国の生産型では存在しない。JJ-5 の輸出名は FT、FT-5 である。同期は他に、ミッグ -17 打ちというソ連式の形式名でも、呼ばれる。 J-5 と J-5A の搭載エンジンは、ソ連のクリーモフ v k 1 f の中国版である、アフターバーナー付きのウズフン5型である。JJ-5 は、アフターバーナーなしのウズフン5長型を搭載する。21世紀に入ってから、ほとんどの国において、複雑練習機型を除いて退役したが、中国では J-6 ファーマーと同様に、 無人攻撃機に回収されたと報じられている。J-5 運用国 JJ-5。ありがとうございます。